キ田の様子から傘だけは、タケかカサタケ族のキノコ、にぎりケ、押しコンボ、キケ、ツル鶴竹と呼ばれることもある。ヨーロッパ、北米をはじめ分布は、世界中に広がる。夏から秋に、竹林や雑木林などの光が差し込む場所に、丹精、または散る。傘は、はじめ卵型、成長すると、中から大型で、中、高平、周辺部はやや反り返る。 表皮は肺褐色で成長に従い亀裂ができ臨変状となる。傘の裏はひだが蜜で白色。成長すると弾力性のある面状。傘を握っても離すと元の形に戻ることから握りたけの名称が生まれた。柄は30センチメートルになることもあり、規部が太くなか空で表皮はひび割れて臨変を帯びてまだら模様となる。リング状で厚いつばを持ち。 このツバは柄に付着しておらず上下に動かせる。傷による変色は見られない。なお、外観が類似維持する、猛毒種がいくつか存在するので注意が必要。従来から食用とされる。味は微味であり、天ぷら、炒め物、キノコ汁等を加熱した上で利用されるが、生食は消化器系の中毒を起こし、人麻疹、下痢、アレルギーを起こすこともある。無味、無臭 猛毒の大城からサタ竹や毒狐のからかさ、毒からサタ竹の要菌をからかさ竹と間違って食べ、中毒を起こした例も存在するので注意が必要。ありがとうございます。